こんにちは、松潤さん。トゥルーラブね、藤井フミヤさんのトゥルーラブの解釈、いや、様々あっていいなと思いましたね。もちろんね、松潤さんの解釈も私ね、あ、そういう解釈もとってもいい曲にしてくれるなと思いましたね。こういう風に誰かが作った曲とか歌詞って、見る人、聴く人の人生や状況によっていろんな形でね、受け取れるんで、だから多くの人の心を捉えるんじゃないかなと思うんですよ。確かに恋愛観っていうのは人それぞれ様々なんですよね。人生観も様々。結婚した時に実は自分の結婚相手に選んだパートナーもいたんだけども、そうじゃないんだけども、こっちの方も好きだったんだけどな、もしくはこっちの方とは一緒になれなかったけども、でも幸せを願ってるよと、真実の愛ってのを見つけてね、みたいなね、様々なメッセージがその曲の中に込められていて、だからこそ結婚式などで新しい門出で歌われる時に多くの人の心にこう刺さるんだろうなと思いましたね、ある意味ね、結婚式っていろんなけじめなんですよ。新しい2人の家族として出発するというけじめであったり、他の人とさようならをするね、けじめであったり、ほら、結婚式に招かれた、例えばね、男性が実は心密かに思いを寄せていた女性と自分の友達の結婚式を祝いに行くみたいなところでね、ちょっとこう二次会に行かずに一人でね、幸せになるよみたいな感じで無言でクールに去っていく姿なんて、これも別の愛の形だと思うんですよね。ということでね、今回は藤井フミヤさんのトゥルーラブの解釈、レビューをね、松潤さんにいただいたんですけども、今回思い出したことがありました。それはですね、武田鉄矢さんの贈る言葉ですね。同じ九州男児として聞いたことがあると思うんですけども、この武田鉄矢さんの贈る言葉も卒業式によく歌われる曲ではないかなと思いまして、私も中学の卒業式でなんか歌ったような気がするんですよ。当時金八先生も現役でやってましたからね。で、武田鉄矢さんがある時にね、贈る言葉のこう解釈といいますかね、どういう気持ちで作ったのかってことをトーク番組かなんかで言われたことがあって、その時まで私はね、贈る言葉っていい曲だなと思ってたんだけども、その曲の中のドラマをちょっとね、読み解くことがなかったんですよね。で、興味深く聞いていたら、武田鉄矢さんはこれはね、実は別れの曲なんです、だから卒業式とかに歌ってもらってもいいんだけども、どういうことかっていうと、自分の大好きだ大好きな大好きな女性が行ってしまう、さようならの代わりに私はこういう気持ちをあなたに送るんですよってことで送る言葉らしいんですよね。だからね、やっぱ信じられないっていうふうに嘆くんじゃなくて、もう傷ついてもいいから信じてみようよっていうメッセージだったり、その他歌詞にいろんなものがね、散りばめられていて、やっぱ思春期だった私のね、そして私たちの同時期の少年少女の心に届けたばかりに歌ってくれたんじゃないかなと思ってたんですよね。松潤さんも当然ね、これね、武田鉄矢さんの贈る言葉知ってると思いますし、歌ったことがあると思うんですけども、まあね、これからも、まあ、これ贈る言葉だけじゃなくてもいいんですけども、いろんな曲のね、レビューをやっぱ聞いてみたいなと思いますよね。で、これね、松潤さんだったら、例えば贈る言葉 True Love にどんな歌詞を当てますか、その歌詞で歌ってみるっていうのも面白いんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは今回は以上でございます。これからも動画の方よろしくお願いします。